4分間ほど暗闇の中で放送してみたんですけど暗闇暗闇の中の放送ちょっと伝わんなかったみたいで暗闇と無音ね。そうちょっとね難しいな、ね、超むずい、うん、なんかもうね曜日感覚どころか日付の感覚どころか3分間ぐらいの時間の感覚もなんかなくなってきてて、はい、だんだんなくなってきますね。もうねポッポーズ拓也です。ポッポーズ、あそうだ、はい、セガのマイマイちゃんにマイマイちゃんポッポーズアイスの件伝えました。マジで、あのジョイポリスでマジで夏季限定でポッポーズアイスやったら絶対ウケると思いますよって言ったら、うん、私も食べたいですって言ってたじゃあ出してくださいやったー実現可能性はないな。出そうよ一言だもん出そうよ。この、 あの口のとこはさとんがりコーンでいいから。そう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 、うん、もう他社製品で他社製品っていうか他社っていうか無競合他社ですけどね、うん、はい、多分ポッポーズアイスは作られないと思います。作ってほしいな。はあ、はい、そう、あれあれ4分遅れたんですけど、はい、今日はさっさと始めてさっさと終わろうと思ってます。マジで？なぜなら忙しいから。忙しいですけどね確かに忙しいけれども、すんげえやることいっぱいあってさびっくりするよね。マジですか？あマジですかって、俺もです俺もですっていうか優のよしみさんが忙しそうなんで。そうですね、やばいですね、今日はね、まあ、まあなんとかなるだろう。録音始めよう。えまだ心の準備がもうね10時には終わるよ。え早くね、うん、もう本編で全部いいよ。あオープニングランニングから決めようか。あオープニングね。いやあなんかあれだ、変なの入る。ん、なんか更新してたらコメントビュアーを更新してたらなんか歯を123とか出てきた。やめて、歯を123やめて、歯を123、歯を123ってなんかあれな感じがする。やめて、どうしようかな。オープニング、キーボードの準備が、ウサミンパワー、これ勝手に入っちゃうのかな。ん、なんだこれ、ニッコニッコニー、なんかいっぱい出てきたぞ。へえ、大丈夫かな。なんかあったっけ、オープニング。オープニングですか。そうそう、今週末イオパですので皆さんぜひ。イオパです。え、それアインストールするの大変やで、やで、マジっすか。ハオ123はそうでもないはず。マジっすか。落とせばあれできるはず。と、へえ、はい、ない、ない、ないこともないけどない。あれおかしいな、こんなのはパソコンの初心者みたいじゃないか、まるで。なんかそうですね、あれ変だな、どういうこと。うん、ない、ない、特にないですか。特にない。ふう、
最近だってあの80分とか90分やってますから、はい、もう1本分ぐらい貯金できてるから、うん、もう全然まあそうですね、もうね何もやんなくてもいいぐらい。木村首太郎議員ね、エビフライのモノマネをしながらあなたにはわからないでしょうね、わあバイドイメとか出てきた、やめて、入れる気ないからやめて。よしスヌルポ放送局、ああええー、2014年平成26年度、はい、7月11日配信、はい、第461回ヌルポ放送局です、はい、お送りするのはイオシスの拓也と博士と社長です。ニッコニッコニー、これがちょっとお気に入りすぎていやお気に入りになってしまいましたね。面白いんですけどね、この若干のキモさがねすごいたまらない、ね、若干ですか、ああかなりですかいや何かっちゅうとですね、はい、ニコ生のこっちのコメント閲覧モニターってさ、あの画面にも出てると思うんですけど、この PC のコメントビューアーを更新しようとしたらなんかハオ123とか、うん、なんかバイドゥイメとか勝手に入りそうになって、うん、選択するとこ出てこなかったんだけどな。もう中国とのネットワーク全部切ればいいんじゃないですか、ね、切りたいですね。あだから天安門って書いとけばいいんでしょ書いときます、念のためこの生放送の画面上、うん、あれでしょ、ウェブサイトとか、なんか最近多いよね、掲示板とかさ、点を持って入れときゃもう向こうからアクセスされないから大丈夫っていうね、うん、本当なんですかね、本当なんですかね。で天安門って書いた途端に生放送バンされたらどうしようどういうこと天安門とかね、うん、入れとけばね。はい、入りました。さあやりますか。はい、もうね気づいたらコミケ夏コミまで34、5日しかなくてですね、マジで、あやっべってことに今気づきましたよ僕は。そんなにびっくりしましたよ、もうやばい、いつの間にこんなに日が経ったんでしょうね。あっという間ですよね最近ね。うん、天安門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 、これで大丈夫あ歯を123アンヒストールできた、ああ天安門効果ですね、よかった天安門言っててよかった天安門なんだそりゃ風に効く天安門万能だなでも天安門ってさ別に あそこの広場のことを言うだけじゃん、うん、本当は天安門、そうだよね、天安門自体は天安門事件ならあれですけど、場所そうだよ ね場所の名前だからなんかね、凱旋門とかさ、テレビタワー、うん、テレビ塔とかさ、うん、東京タワーとかと同じ同じですよね、うん、そうなんですよ、不思議です、不思議です。あシゴリスに2000円ご支援ありがとうございます。また後で言いますがクラウドファンディング今やっております。あなたもリストラに近づきました、はい、ありがとうございますありがとうございます。 CM の後は普通オタをご紹介してまいります、はい、この放送はイオシスの提供でお送りします。イオシス初飛び出す幻想郷パーティーミュージック、イオシス馬が送る東方アレンジ CD、 ゲストアレンジャーにハルナバ、ノラ 2R、 ブラッディ、マッドチャイルドを招き、ボーカルプラスインスト全10トラック収録、プランクマスターズ好評発売中、お値段は各自チェックしてね、よろよろ。あなたへと突き立てる銀の牛のようなこの感情、イオシスの湯のよしみん送る全曲ガチの東方アレンジ、幻想郷を彩るあまたの感情が交わる夜、夢は現実へ、生は死へと変わり、すべての願いは成就する反逆のファンタスマゴリア、イオシスショップ同人誌即売会、各種同人ショップダウンロード販売サイトでお求めください。あーカモン、俺がルパンだ。はい、わかりました今僕のメモには
イオシスの夏、日本の夏で、はい、モック師匠による2014年有名人モノマネをやるってことに決まりました、ね、おー、いいじゃないですか、ね、野々村さん、佐村浩二さん、尾形さんね、いいじゃないですか、いっぱいいますからこれもうモノマネメドレーやってもらえれば、ね、それだけで30分くらい持つでしょう頑張ってモックさん。いやでもその3人さ結構さなんかいろいろできそうだからさ、だからあれですよ、時期が時期ならあれですよ、イオシスなんとか CD とかなんとか CD 多分やってましたよ、コント作ってました。あ、そっか、見てる皆さんはヤジをね、うん、飛ばしていただいて、あ、そっか、ヤジ係ヤジ係、あ、お前がエビフライになれ言えばいいんでしょう、いうことそしたらもう木方春子さんがプツ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 とかやって、木方さんのままエビフライになるわけでしょ。ほーテクいな、木さん頑張って、面白そう、すごい楽しみ、うん普通音です、ふん投げ、普通音です、はい、クナウトさん東京都アタス、アタス、拓也さん社長さんこんばんは、クナウトです、はい、こんばんは、こんばんは。皆さんラズベリーパイって知っていますか。ラズベリーパイは名刺サイズのワンチップ Linux コンピューターで、タイプ B には USB 2.0 ポート2つと10100ベースの LAN ポートと GPIO ピンがついています。ついてきてます、ついてきてます、ん、うん、GPIO はデジタルの入出力だけではなくPWM 出力、I2C、SPI といったマイコンで使われている通信にも対応しています。ほうほう、自分はラズベリーパイからエアコンを制御しようとしたのですが、自分のエアコンの赤外線制御信号が長すぎるせいか学習できず、生データを直送信しようにもノイズが乗りすぎてまともにデータが解読できずに断念。今は適当に買ってきたワンワイヤーの温度センサーをつなぎ、 CPU 温度とともにツイッターにつぶやいたり、アパッチと PHP を走らせて温度状況をネットにばらまいたりしています。ほう、ついでなのでそこのページにメインキーへの WOL 機能も実装してみました。まあダイジェスト認証でページを設定したので見られたり操作されたりすることはないと思いますけどね。ラズベリーパイは4000円ほどとお安いので Linux で遊ぶのに1枚いかがでしょうか。それでは Windows XP 起動します。このお便りにこれかぶせるっていいね。そうそうそう、ラズベリーパイ、はい、Amazon で4500円でした。あ、本当、ええ、皆さんのご家庭にも5、6枚あると思いますけどもねそんなあるかな。へえ、ね、電子レンジで 2,3 分温めると美味しいですよね。いろんな混ざってますね。iPhone をなんか電子レンジで充電する話とか混ざってます、いろいろありますけどね。あ、なるほど、ほう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 。続いて、あ、なんか言おうとしたんですけどいいですか。続いて、はい、千葉県アルツさん、あたす、あたす、今はなき面白探検隊のコーナーオン中、うん、懐かしいですね。拓也さん、社長さん、ゲストさん、こんばんは、アルツです。はい、こんばんは。最近個人的に DL 故障者リスト入りしている事情もありまして、ちょいちょいタクシーを使っています。前に乗ったタクシーでなぜか後部座席にモニターがついていて変な番組をやっていました。はい、調べてみたらタクシー MTV なんていうタクシー専用の番組があるんですね。はいはい、さてなぜこの件投稿したかと言いますと、なんというか空気感がミコラジっぽいんですよね。そう感じるのが僕だけか確認してみたくて投稿してみました。よかったら確かめてみてください。出演者はグさんっていうおじいちゃんと花先生という幼女の先生なんですがね、これがなんでサラリーマンと元 OL のラジオとダブるのか不思議です。ではグと花はお友達でグーってください。グと花はお友達、今日あれなんですよ、はい、今日昼間のうちにこの、はい、いつもメッセージ読んでるときに大抵俺の知らないことばかり送られてくるから、いつもちゃんと事前にね、はいはい、グと花はお友達とは何なんだろうとか調べるわけなんですけど、はいはい、調べたときに今晩のヌルポの予習っていう形でツイッターに放流してみたんですよね。はい、なので、すでに見てる方もいらっしゃるかもしれないんですけども。初めての心。そう、予習が必要なラジオ番組。そう、いや、グと花はお友達見たんですけど、俺、一発で気に入っちゃいましたよ。マジで？ええ、すごく良かった。すごく良かったし、このミコラジとダブるのは俺は分かる。
あ、花ちゃんがね、巫女さんと同じなんだよね。はいはいはい、うん、あとなんだろうな、難しいんだけど、サラリーマンの方がこう花ちゃん、グさんの方が花ちゃんをあしらってるのか、花ちゃんがグさんをあしらってるのか、この微妙なね立ち位置がね、こうコロコロ変わるのが面白かった。はいはいはい、うん、後で見といてください。タクシー M.TV、 タクシー M.TV、 懐かしいですね。懐かしいですね。超懐かしいです。あれのサウンドロゴを俺ら作ったことが、キャラクターも作りましたね。いや懐かしいです。キャラクターも作ったっけ。作りましたよ。納品しましたよ。そうですよね。懐かしいですね。もう7年ぐらい前です。今初めて言ったけど、ハッケーという会社がありましてですね、今は今でもね、いろいろあったの挙句、はい、続いてるようでございます。東京にはね流れてるみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、タクシー MTV 懐かしいですね。もうあのサウンドロゴもキャラクターも使われてないでしょうけどね。でしょうね。グと花お友達見てみてください。続いて、続いてこれ有力な情報来ました。マジで。おぼろつきさん、北海道アタス、アタス、ルポ放送局の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。胃カメラのコーナーはこちらでよろしいでしょうか。私が人間ドックでの体験談をお話ししたいと思います。何度かバリウムでの検査を受けていたのですが、よくわかんないから胃カメラ飲んでと言われたのが最初です、はいはい、まず誓約書を書かされます。ほう。これは何か異常があったら生検、つまり胃の組織をつまんで検査するけど、それは別途お金がかかりますよということと、怖かったら鎮静剤が投与できるけど運転しちゃダメねという内容です。いよいよ胃カメラの検査室です、はいはい、胃の運動を抑える筋肉注射かっこ地味に痛いですと、喉麻酔かっこシロップのようなものを舌の上に乗せ数分放置されます。ほう。時間が来るとティッシュに麻酔を吐き出します。この時点で喉の運動が抑制され、失敗すると盛大にむせます。さて、いよいよ胃カメラですが、マウスピースを噛んで体を横たえます、はい、看護師さんが検査の最中はずっと肩を優しく撫でてくれます。ほう。胃カメラの一番切ないのは喉を通る時ですが、それが過ぎるとあとは楽です。自分の目の前にモニターがあり、カメラが自分の食道、そして胃を移動していく様がよくわかります。自分の体の中を自分で見られる機会はこの時以外ありません、うんうん、何も問題がなければ胃の中のひだひだや表面を撮影していくだけですが、荒れていたりすると先ほどの誓約書に書かれていた組織採取のためのピンセットで胃の壁から組織を取ったりします。全く痛くないので心配ありません。バリウムよりも後のダメージがないので、ぜひ次の健康診断では胃カメラを希望してみてください。あー、なるほど、なるほどね。なるほどね。すごいすごい開いちゃったけど、胃カメラ未経験ですからね。来年は胃カメラにしよう。俺マジで、俺バリウムの方がいいな。この筋肉注射痛いの嫌だな。筋肉注射、胃カメラか。まあでも一回やってみるか。うん、バリウムと比べてみればいいんだな、うん、バリウム俺あまり苦じゃないので、でもあれか、一度経験してみよう、うん、来年は胃カメラです。それ来週はお休みです。じゃん、すごいスパン長い話してますけどね。来年は胃カメラです。さあ続いて、続いてししとうさん、兵庫県あたす。はい、あたす。たくやさん、メカ博士さん、社長さん、こんばんは。こんばんは。この前のヌルポで弁当の話が出たので、中学時代に見たクラスメイトの驚きの弁当ランキング。ほう。ランキングじゃんこれ。ランキングのコーナー。まあいいや、はい、第5位、弁当箱の中に買ってきた惣菜パン、なぜ弁当箱に移した。第4位、二段弁当の二段とも焼きうどん、1段目には白いご飯が入るはずだったそうですが、親が間違えたみたいです、ということはもう一人は2段とも白ご飯。悲しい、切ない。第3位、エビ。入れられた本人はエビを向けないらしく、隣の席の子に向いてもらっていました。あ、俺も苦手ですね、エビ向くの。エビって。第2位、某マクドのハンバーガー、この人は大物になるなという予感を感じさせました。当然先生に怒られていました。え、ダメなの。第1位、中華スープ。ほう。
味も見た目も普通の中華スープみたいでしたが、毎朝作るの大変じゃない？という質問に対してウェイパー入れときゃ大体なんとかなるからという発言で私は軽くむせました。まさか学校でその言葉を聞くなんて。追記、授業の初めのフリートークで先生の好きな鍋は何ですか？という質問にウェイパー鍋と答えているのを見て、その子のウェイパー愛に少し感動しました。それミコラジリスナーさんですかね。先生も生徒もミコラジリスナーなんですかね、うん、可能性はありますからね。これいいですね。すごいな。でもその2段ともご飯になったその誰かもう一人の人はかわいそうだな。どうしたんだろう。焼きうどんってそもそも弁当に入れます？焼きうどんね。焼きうどん、あ、焼きそばのうどんバージョン。うん、いやー弁当でうちは見たことないな。見たことないですね。うん、コンビニで焼きうどんとかねたまーに食べますけど。二段弁当で焼きうどんを白米だったとすんじゃん、うん、はい、あ、全部炭水化物だよ。おかずなんだね。うん、焼きうどんね。ねえ、まあ、うん、俺はありか。第3位のエビはなんか蒸しエビ、うん、ゆでエビかなんかなんですかね。ですかね。生じゃないですよねきっとね。そうですよね。エビって剥けませんか？エビ剥くのねめんどくさくて嫌いなんですよ、ね、ああわかる。でもまあ食べますけどね。何でもね剥いてもらって食べるのは最高です。でもエビってさ剥くとさ意外となんかしょぼくなるよね。うん、なんかしょぼい。うん、なんか投射比 0.5 倍ぐらいのなんかしょぼさになるよね。なるなる、うん、あ、おがくずの中に生きたエビが入ってたらすごいね、お弁当として。生きてるんだ。なんか人間じゃなくてなんか生き物が違う弁当みたいですけど。あ、でも殻食べれる場合ありますよね。そうだね。あ、殻なんだろう、物によるけど、ね、殻も、うん、食べちゃえるときあるね。これは美味しいよね。あの過食部が少ない、向いてみたらしょぼいランキングも皆さん送ってきてください。1位はそら豆です。あとねひまわりの種とか。ひまわり俺食べたことあるけどね、うん、しょぼいよ。しょぼいね。さてと、はい、今週もらってる新たに来たふつおた最後です、はい、所在地秘密 目のつけどころがシアンでしょさん、あたす、あたす、拓也さん、社長さん、メカ博士バージョン2さん、こんばんは。こんばんは。普段なかなかニコ生でヌルポ放送局を視聴できないのですが、いいですねロリ神様、本当に宗教っぽくて。あまりに降臨させるとありがたみがなくなりそうで、かといってあまりやらないと降臨の儀式の仕方を忘れてしまうのは仕様ですね。納屋といったら、先日去年収穫した黒豆が納屋から出てきて選別してました。とりあえず納屋に入れとけっていうのがありますね。確かに昔使っていた農機具とかが出てきます。今でも十分使えるものばかりなんですが、俵を作る道具とかもう使わない。俵、ああ俵を作る道具ね。俵を作ろうと思ったことは一度もなかった。ないけど、でもないとあれね、江戸時代の人は俵でね米運んでたわけでしょ、うん、じゃあこういうなんか筒状のなんか機械っていうか装置があって、それにこう縄をこうわーってやって、俵ってどうやって作るんだろう。その樽みたいな装置に縄をバーって巻いて、その中に米をザー入れて、装置をスポッて抜くと、ゆるゆるになっちゃうね。ダメだ、ね、中からパッサパサ出てくるよ。そうだね、どうやって作るの俵。難しいね俵の作り方。まだ鉄腕ダッシュでも見たことないよ俵の作り方、うん、いやだってさ、なんか古い雑誌とか捨てるときにさ、ジャンプとかさ、こうやってさまとめて紐でくくるのは形があるからいいけど、そう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 、お米って最初形ないから。ない。あ、なんか URL が貼られている。これ見ればいいんですか。米俵って出てるんです。ちょっと後で見ます。今いろいろなんか変なプログラムいっぱい入っちゃったんで。消しながら、なんでだ、消しながら放送してますけどね。これなんだ、誰か変なの入れたのか、これ。あの臨海の生放送やったったら。ああ、え？ああじゃない。ああじゃないよ。一昨日の、うん。その時変なの入っちゃった？入っちゃったんじゃない？マジで。だってここにビール置いてあったもん。置いてあったね。うん、いや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 。なんか dmm.com の18式のページがホームページになっちゃって困ったよ今。やった。直したけど。直しましたけれど。3つぐらい読みますか。はい。月本さん、茨城県あたす、はい、あたす、実家の話。
実家の雨漏りがひどかったので業者に見てもらいました。家は瓦屋根なのですが、瓦ではなくその下地がダメになっているとのこと。下地と瓦を直すと結構なお値段になってしまうので、瓦を全部外して比較的安価でできるトタン屋根にしましたとさ。おう、トタン屋根。イオナツの話、今年もあるんですよね。あります、あります。あのチケット情報が出ました。おう、もう出ました。私ツイッターしました。おうおう、7月12日にチケット発売になります。はいよ。毎回なぜか売り切れそうで売り切れない、でもちょっと売り切れるっていう仕様になってますので、行きたい方は早めにちょっと売り切れる、うん、でも翌日朝2、3日ぐらいはね大抵残ってますけどね。あの E プラスのページを見ていただくとですね、演目が書いてありまして、はい、あのいつも通りのイオシスの楽しい面々のほか、うん、ゲストとして、はい、洗濯のあれをあれしている人たちって書いてありました。洗濯、はい、家電メーカー、シャープかな、シャープかな、やっぱりシャープかな、パナソニックかな、日立かな適当バレバレだし、洗濯機メーカーもいろいろありますけどね。うん、あ、もうじゃあその情報が出たわけですね。そうですか、マジですか、楽しみですね。そうですね、なんかあれですね、毎回ね、イオナツとかイオシス忘年会は毎回あのメーカーのメーカーであのメーカーの方来てますね。いろんなメーカーの方にねゲストに来ていただいて、ありがたいこと。あの洗濯機回らないと思ってるでしょ。わかんないよ、うん、あ、回るのあれ、わかりませんよ。え、まだバージョン、まだバージョン 1.5 ですから。あ、 1.5 なの。僕の手があるかもしれませんよ。マジで、その辺がね、なんとイオナツが明らかになるんじゃないかと。え、それは何、ポッポーズはちょっと関係あったりする。あ、ポッポーズ、このメーカーかい。はい、関係あるのかな、このメーカーかい。関係あるっつっちゃったら答えになるじゃないですか。あ、そうなのそんなことは言えませんね。そうですか、わかりましたあ、これから打診しますけどね はい、そんなもんかな、はい、今日はね早く終わってやろうと思ってますからね。もうパワープレイ行ってようかな、行ってやろうかなと思ってますからね。今日ペース早いですね。もうハイペースで、はい、ハイペースでいきたいと思います。はい、あれ、いや、ちょ待ってよ、待ってよ、待ちませんパワープレイかけちゃいます。はい、パワープレイいきます。あれだ、そうそう、7月2回目ですね。あのアマゾンにイオシスショップがね出品してますけども、はい、あれがすんごい専門用語言いますけど、フルフィルメントバイアマゾンっていう仕組みで出品し直してですね、アマゾンからパペットナイテメアが皆さんのことに送られるようになった関係で、うん、転売屋の皆さんがですね4000何百円で出していた価格が消えましてあの見えなくなりましてよかった、あるんですけどね、まだね、ちゃんと1836円表示されるようになりましたので、4000何本でプレミア価格つだしね、何がプレミアなのかよく分かりません。本当ですか、ね、いつもおまけとかついてるわけじゃないんで、なんもないです、ひどい話。パペットナイトメアというアルバムの表題曲ニットラックのパペットナイトメアという、ね、曲でございます。ラフスケッチフィーチャリングアイカピンです。4月22日27日発売でございました。まだ持ってない方はいろんなところで買えますのでゲットしてください。聞いてください、どうぞ。
ラフスケッチさんといえば、はい、7月8日から、リフレックビートグルービンで、うん、アーミーオブマリオネットという曲が追加になりましたね。はい、アーミーオブマリオネット、うん、バウンバウンバウンって感じでしたけどね。ビートマリオとか、あ、俺まだやってない。さてとん、本当だ、そうではない。さてと、はい、さてと、あれか、パペットナイトメアの方はですね、デジタル配信も好評配信中でございまして、はいはいはい、iTunes とかね、あとね、ビートポートはね、今ね、ちょっと都合によりまだなんですけどね、はい、多分9月ぐらいからビートポートでも配信されると思います、うん、多分国内の人あんまり使ってないと思いますけど、うん、世界ビートポートは、うん、あれですね、アメリカとか、うん、まあ、ヨーロッパ向けな感じがします。今ね、いろいろもっちゃもっちゃしてるんですよ。はい。まあ、ラフスケッチさんはね、なんかどっちかっていうと、その、まあ、オランダ含め、うん、ハードコアの、うん、世界的に、ね、羽ばたいてる感じがあるんで、うん、いいんじゃないですかね。向いてますよね。羽ばたいてます、うん。お願いしてないランキングのコーナーです。はいよ。すごいの来てます。うん、北海道猫うさぎさん出す。猫うさぎはいつも変態なお便りばっかりもらってますけど、今日もまともです、はい、えこんにちは、こんにちは。ランキングです。業務用食品機械を製造販売する株式会社シンガーハッピージャパンの製品の中でひどい名前ベスト6。おう、ベスト6、すごいですよこれ。業務用食品機械ね、うん、第6位ネギん？うん、ネギ、え、何何、え、それ6位、6位なの、ネギ、すでにすごいよ。第5位、はい、キャベツ。いや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 、待って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 、キャベツ、マジでこれ、これもしかして。第4位、ジャンボキャベツ。待って待って待って一応説明しますか。ネギはネギを輪切りにする機械です。キャベツはキャベツを千切りにする機械です、はい、ジャンボキャベツはキャベツのもっとすごいやつです第3位、とろろおろしとろや、とろろや大根人参をおろす機械です。第2位、きんぴらきんぴら用のカッターです。まあまあ、まあまあまあそうなりますよ、ね、第1位、ささがきごぼうをささがきしてくれます。ごぼうをささがきしてくれます。商品はすごいんだと思いますが、ネーミングの概念を根底から崩されました。あのリンク貼っときましたけど、すごいよ。いや、ささがき、ささがき、ささがきじゃなくて、それはごぼうなんじゃないんだ。ささがきになる。ささがきですね。だってきんぴらもあるから。でもネギなんでしょ。ネギ輪切りじゃないんでしょ。ネギネギはね、斜め切りもできます。あ、そうなの、うん、あああとね、ネギのね、ちょっといいやつがミドルネギです。なんでミドルなのそのさらに上位版はね、万能スライサーオートネギになりますね。それ普通になんかちゃんとしてますね。でもオートネギですよでキャベツでしょ、ジャンボキャベツ。あとね、スライサーっていうのもありますね。もう何が普通で普通じゃないか分かんなくなってくるでしょ。スライサーって普通ですね、うん、スライサーの次ね、シャライサーってあります。シャライサー、うん、斜め切りみたいですよシャライサー、うん、斜めのシャシャライサ ー, あ, ーあとおろしやりましたけど、おろしデラックスもありますね。ああ、特に玉ねぎのおろしに最適。うん、とろろおろし、あとね、みじんっていうのもありますねなんかヒーローものの、主人公の、なんか機械だとかさ、そう、破壊だとかさ、ただ普通にううなんとかなんとかっていうとき、あ行で終わるはずなんですよ。そうですね、きんぴらとかまだわかるんですけど、はい、ネギとかキャベツとかさ、うん、おかしいでしょ。いや、さすがにネギとかはね、ドラゴンボールの敵の名前でもなかなかないですよ。なかなかないですよね。ささがき、つまかつら、つまかつら、つまかつらってあるんですか。あとね、最後ね、コーヒーマシーンって書いてありますね。え商品名じゃないよね、もうね。コーヒーじゃないんだ、うん、コーヒーマシーン、マシーン、一般名詞になっちゃった商品名じゃなくて、うん、一般名詞になっちゃったんですからねいや、シンガーハッピージャパンすごいです。
ぜひ何か買ってみたいんですけど、会社名もさ、ちょっとシンガーハッピージャパンで最初聞いたとき、うんってなってさ、シンガーハッピージャパンで検索していただくとですね、なんか、なんだっけな、ハッピー部門がその食品機械で、シンガー部門がなんか別の何かなんですよ、はい、なんか合併したんじゃないですか、シンガー社と、シンガーソングライターを作ってる、シンガー社とソング社とライター社が合併したじゃないですか、可能性はある、ね、可能性あります、初音ミクとか作ってるのかな。違うかな、ネギ続いていや最高です、面白いですね、ネギ続いて東京都流れ石さん、あたす食べ応えのあるティッシュペーパーベスト5お第5位ポケットティッシュえ箱ティッシュを持ち歩くのはちょっとという食ティー愛好家の支持を仰いでベスト5入りです。第4位キムワイプ、え理系勢の圧倒的支持を受けるキムワイプ、実験の間に一つまみという方も多いのではないでしょうか。小さめ正方形のフォルムはカロリーを気にする理系女からも人気です。第3位 JK ワイパー、3位に続いて実験でおなじみのやつですね。独特の歯ごたえとボリュームにはまる人が続出、食べ過ぎると確実に胃がやられます。第2位クリネックスティッシュ、もはや国民食ともいえる圧倒的知名度でクリネックスが第2位を獲得しました。飽きのこない素朴な味は子供からお年寄りまで幅広い支持を獲得しています。第1位花セレブ花セレブの登場は我々に感動をもたらしました。あの優しい舌触りに加えてティッシュとは思えないスイーツのような甘さ、食ティー愛好家の中ではこれ以上はないと称される一品が堂々の第1位です。いやーちょっとわかりますけどいきなり最初あのポケットティッシュってきて銘柄とかじゃなくて種類できたからびっくりしたけど、ちゃんと花セレブがランキングに出てきたので安心しました、はい、安心しました。花セレブ前間違って舐めちゃった、口に入っちゃったことがあるんですけど、確かに甘いんですよ、ね、甘いですね、うん、なんでなんだろう、食べません、なんでみんな知ってるんだろう食べませんけどね、食べませんけどね、あのキムワイプの方はね、前もネルポでも登場しましたけど、今回は JK ワイパーもね、はい、登場ということで、 JK ワイパー気になりますね、 JK ワイパー気になってググっ、 JK ガールズっていうのがありますからね、うん、ありますね、ね、そうそう、平野綾がなんかこの前バラエティ番組かなんかで、うん、なんか売れない、劇団員時代か何かに、子役時代かなんかにティッシュを食べてどうのこうのとか言ってたんですけどね、あまあだいぶ話持ってるんじゃないかってみんな言ってましたけどね。そうですね、うん、このクレシアのホームページ見るとキムワイプ S200 ミニ、キムワイプ S200、 キムワイプ M150、 キムワイプ L100、 JK ワイパー 150S、 JK ワイパー 100S に続いて、うん、K ドライ 132S っていう商品もあるんですけど、 K ドライ、俺何回見てもケツドライに見えちゃうんだよ不思議皆さんもねティッシュの方はほどほどに実際あれ栄養ないですよね、どうなんでしょうね、食物繊維的な、食物じゃねえな、繊維、繊維ですよね、繊維ですよね、もともと木なの、パルプ、もともとなんだろう、ティッシュってもともと何でできているんだい、根本的には木ですか、木ですか、木の繊維だんだん柔らかくなるのかい、なるんじゃないですかね。ティッシュってすごい使ってるけど何でできているの？改めて考えるとよくわからないけど、紙はでもさ、パルプ、石油とかじゃないよね。700円の寄付でできてるのかな？え？なんだろう。ああ、話せれば美味しくないというコメントもありましたね。ティッシュ業界いろいろあるんですね。美味しくない。ああでも花セレブに例えばなんか醤油をかけるとか卵をかけるとかしたらどうなのかな、卵かけセレブ、卵かけセレブ TKS、 うんそうですよね、そもそも食べ物じゃないですからね、気づいちゃった、うん、あれ食べ過ぎるとお腹壊すんですかね、どうなんでしょうね、
これ何でできてるかウィキペディアにはっきり書いてないんですけど。皆さんティッシュは食べないようにしましょうね。ティッシュは食べ物ではありません。はい。おぼかたさんもそう言ってました。本当よかった。ティッシュは食べ物じゃない、確認よかった。木材から得られるパルプではあるが、わからない。ちょっと違うんですね。うん、まあいいや、まあいいや。ティッシュが何が何でできてるか知らなくてもね。35年生きてこれましたので。皆さん試さなくていいですからね。あの卵かけティッシュとか試さないでいいですから。あ、でもなんかあれだよね、卵をティッシュで包んでキュッてやって、はい、なんか油で揚げたら美味しそうだよね。和食、創作和食のお店とかで出てきそうだよね。ダメです。あれです。餃子の皮とかでやってください。餃子の皮にうずらの卵をくるんで、油でこうジューってやったらいいんじゃない。あ、これいけんじゃね、これありじゃね、どうどう、誰か試して、これを試してください。避けるチーズみたいなニュアンスで避けるティッシュって出てきましたけど。避けるけどさ。避けるけどもね。避ければ何でもいいってもんじゃないよ。あ、でもあれでしょ、日本のティッシュとかってさ、普通に街でタダで配ってるあのポケットティッシュでさえすげえ品質がいいから、うんうん、海外とかにお土産に持ってくとめっちゃ喜ばれるらしいよ、うん、箱ティッシュとかポケットティッシュね。海外に行く方はぜひ、うん、そうだね、はい、続いてE チャンピオンさん、福岡県アタス。アタス。春アニメも一段落したので、うん、私の個人的な春アニメベスト5です。はい。第5位、ブラックブレッド幼女天国でした。お、同じく第5位、ご注文はウサギですか。お、心ぴょんぴょんしてました。うん。第4位、ジョジョ3部鉄板ですね。お、第3位、シドニアの騎士、良い引用プレイでした。ん。第2位、ノーライフノーゲーム、イズナタンモフモフしたい、はい、第1位、ラブライブ2期、リンちゃんかわいいよ、うんうん、なんか見ましたか。全部じゃないな、そのうち半分ぐらい録画してますが1個も見れてない。残念ながらフランチェスカすら見れてない。録画が趣味ですね。録画めっちゃ溜まってる、うん、フランチェスカ見ましたよ。見ました。第1話がこの間、はい、放送されてましたね、はい、あれなんですよ、っていいんだったっけな、まだ、いや、いいのかな、ね、第4話に注目。え第4話、まだこれぐらいにしとこう。あ、はい、第4話に注目、はい、第4話は必ず録画してみてください。マジで、いや、全部見てください。あれ15分番組なんですよね。そうですそうです、うん、あれ最初に実写パートとかあって、うん、その後アニメでしょ。そうなんだ。あ、そうですそうです。マジで。え、イザベルとか出んの、もしかして。イザベルはね、第1話では出てませんでしたね。あ、そう。ルーさんっていう人が出てました。ルーさん。ルーさん。大芝？トゥギャザーしちゃう人？ジョイナー？マジで。第4話の実写パートを注目です。気になりますね。これ以上言いません。うん、いや、ハードディスクね、うちね、3テラバイトのやつなんで、まだ 50% ぐらい残ってるんで大丈夫なはず。いつハードディスクが消えるか分かりませんよ、うん、そうだよ。だからラブライブとかもさ、早く見たいんだけどさ、俺一回消えたからね。あ、マジで、うん、いや、消えるよね。消えるよ。今銀のサジ見てます、俺。溜まってる銀のサジ。はいはい。夏アニメといえばフランチェスカということでね、うん、皆さんご覧ください。はい、牧野優さんの歌とかね、うん、オープニングエンディングありますからね。エンディングですね、ありますからね。おうおう。夢だな、もう夢です。夢のコーナー、今週もね、またね、いい夢来てるんですよ。おうおう。夢のコーナーって永遠にできるんじゃないかと心配になってきましたよ。いや、できますね。でも俺が前に見て、前に喋りましたけど、うん、3年で夢がループするっていう説が本当だとすると3年で終わりますね、うん、どうなんでしょうか。なんかこの夢またよ、ま、なんか前読みましたねっていうのがよく覚えていないけどみたいなね、うん、なんかのうなぎさん、静岡県アラタス。アタス。ネルポの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は高校の卒業式で体育館にいます。
どうやら私は卒業生答辞をするようで、舞台袖にいる先生から原稿を受け取り一応見るのですが、書いてあった内容がおかしいです。お買い上げありがとうございます。締め切り前日に書いてますので時間がありません。〇〇くんゲストイラストありがとう。〇〇先生差し入れのクッキーとカモミールティーありがとうございます。ではまたどこかで。なんだか同人誌の後書きみたいだなぁと思いながら先生を見ると、やはりこの原稿ではないようなので新しい原稿を受け取り舞台中央に来ます。いざ読み上げようと原稿を開こうとしたのですが、サランラップでできていてぐしゃぐしゃです。パニックになりながら在校生側の様子を見ると、私の写真を使用したカルタ（読み上げ CD 付きが皆に配られていました。後輩の一人から読み上げの声が私ではないと苦情を受け起きました。それではサランラップでできていてぐしゃぐしゃですって俺最高なの。いやーすごいわかりますね。なんかねこう開けないぐちゃーってな。なんで畳んじゃったの？てかまずサランラップになんで書いたの？なんでサランラップに答辞を書くの？あー最高です。これ面白いですね。コンパクトにまとまっていてて、はい、インパクトがあっていいですね、はい、面白い系ですね。なんか面白い系ですね。もやもやするけど、まあまあ、まあまあ、面白さが強いねこれね。投資の1行目のお買い上げありがとうございますが、これがいいよね、うん、いいですね。何もやもやでしょうか。何もやもやだろうね。でも分かんないね。なんかもう判断不能ですね。判断できませんね。50ぐらいしときますか。50ですか。うん、今日は2通ですかね、うん、面白さをさ、もやもやとはまたちょっと違うベクトルだからさ、やっぱりあの、やっぱり2次元で評価しないといけないね、うん、あのバカパクとかさ、しぶちとかあれでやんないとダメですよね、うん、しぶち、しぶち、バカもや、バカもや、うん、バカもやかな今なんだろう、わかんないけどその2つの軸をどう取ればいいのかもよくわかんないですよね。そうだね、そうだね。続いて宮城県ゆまアット豆もやしさん、あたす、あたす、初めての方ですかね。はい、そうでしょうか。この度仮眠中にすごい壮大な夢を見たので投稿します。以下夢です。私は洞窟の中にいます。雰囲気はいかにも水系のダンジョンといった感じです、うん、もっと言うならゼルダの前説シリーズっぽい雰囲気です。話によると奥の神殿にいる竜をドラゴンを退治して秘宝を入手しないといけないそうで、当然のように最深部の地底湖のような部屋まで到達します、うん、そこにいたのは大蛇のような水流とおぼしきモンスター、うん、ですがまだ戦闘は始まりません。どうやら湖を満たしている水を抜かないと勝ち目がないらしく、湖底にある要石のようなものを持っていた盾ごとの演奏によって破壊します。はあはあ、ゼルダ風破壊された要石の下に大穴が開いて、みるみるうちに水が消えます。そこでようやく竜が動き出します。ここで争うわけにはいかぬと言い出し、私を連れて竜が移動します。移動先はおそらく次のダンジョンであろう火山の火口で、竜は気づいたら金色に輝いています。戦闘が始まってなんやかんやして相手の体力を削っていきます。竜の体力が半分ぐらいになった途端、人にポツポツと鱗が生えている、例えるなら半魚人のような姿になります。これは生前の姿らしく過去の話を聞かされます。どうやら板前の家系らしく兄と父がいたらしい。父は病死してその後自分も死んだらしい。実は自分は親子関係になく、墓や家宝っぽいやつにも名前を入れてもらえなかったので、その無念で竜になったとか。話が終わると父から唯一もらったという和ばさみで襲いかかってきます。本能的に一発でも食らったら死んでしまうと察し、全力で避けます。何分か戦い続けてハサミの片刃が折れます。それでも向かってくるので相手の
右鎖骨付近にそのハサミを刺します。何回も刺して竜（板前）は力を失っていきます。なんやかんやして実は養子だったから同じ墓にも入れると駆けつけた兄に知らされてその板前（竜）が成仏していきました。ハートの器を手に入れたあたりで目が覚めました。起きてなぜか涙が流れていることに気づきました。板前ね、兄来ちゃったんだ。兄は生きてたんだね。でもあれですよね、板前、生前板前で、はい、そうか、まあまあまだまだ兄は生きててもまあおかしくないか。そうですね、和ばさみで襲いかかってきます。和ばさみね、和ばさみね、なんか最初の姿の方がずっと強かった感ありますよね。そうですね、なぜ水を抜くのを待っていたのか、うん、そうだね。これゲーム的には水がある状態で戦うと、うん、水の力でなんか回復とかしちゃうから倒せないでしょ、倒せないでしょうね。うん、いやでもこのゲームちょっとやりたいですね。ゼルダですね。ゼルダやってください。はい。ゼルダシリーズ俺一個もやったことないからね。老後の楽しみにしております。老後の楽しみにしています。はい、いや非常にこれはいいですね。これいいですね。これなんか今までで一番なんか非常にエンターテイメントあふれる。ありますね、想像が。うん、まあ、それがモヤモヤとはまた別のまたベクトルでございますけれども、はい、まあ、モヤモヤもまあ60から70ぐらいは余裕でありますから、あら今日はもうこれで100超えましたんで、 あと2通ぐらい読みたかったんだけどな。マジで、いやでも今回今読んだ2つかなりかなりすごいですね。すごいですよね。もう1個ものすごいのあるんですけど、あ本当、でもでももう来週だな。もうこれも来週しましょう。これはもう来週ですね。これすごい気になりますけどね。すごいの来てます。あ本当、もう来週にしましょう。うん、今週読んでも来週読んでも変わりませんから。そうですね、夢のお便り、皆さんが寝ている間に見た夢をなるべく覚えておいてそのまんま書いて送っていただくというコーナーになっております。はい、今気づいたけど博士かっこ天安門って書いてあるね。あれ本当だ、あれさっきそうしたんだよね。ええ、今気づいたけどって。博士かっこ天安門ってどういう意味なんでしょうか。よくわかりません。終わり。CM の後はエンディングです。あ、これ押さなきゃ。今日の夢はここまで。はい。はい。臨界式サードインパクト青空加速ウォット水産好評発売中。パンパン買ってね。イオシスショップのほかいろんなショップで発売中。適当に買ってね。マスパでシュマスパでシュ。イオシスがプロデュースする最強電波ソングコンピレーションが登場。旬なクリエイターからレジェンドなあの方まで一堂にミラクル大集結。ハイパー電波コレクションフリーダム東方編。イオシスショップ、同人誌即売会、各種同人ショップ、ダウンロード販売サイトでお求めください。エンディングです。お知らせです、はい、なんかこうイベント情報がね、うん、いっぱいありすぎてね、うん、毎回エンディングがすごく長くなるんだよね。あでもじゃあイベント情報言わないと、うん、ヌルポの存在意義がますますなくなっちゃうから迷うんだよね。まああとヌルポを聞いてればなんかイベント情報一番まあ早く、うん、逃さずゲットできる現状がございますからね。でも一番してるのお客さんだからね。マジで、うん、いや毎回だって俺が言ってるイベントの倍ぐらいの情報が最終的に出てくる。まあコメントをねいただきます、ありがたいことに、うん、謎です、はい、さらっと、はい、7月5日ピクピクワンマンライブ終わりました。
今週末イオパボリューム10、7月13日札幌プラスチックシアターでございます。皆さんぜひお越しください。前売りチケットとかありませんので、千何百円ぐらい握りしめてくれば入れます。はい、できればもうちょっとお金を持ってきてビールかなんかを飲むといいと思います。はい、飲める人はね、20歳以上の人はね、同じ日7月13日ラブライバーの集い博士が阿佐ヶ谷で何かやります。うん、翌週博士が野球について阿佐ヶ谷ロフトで語ります。うん、翌週、7月21日、桜川姫子プレゼンツライブ萌え Q ボリューム3、これに誰かが出ます。お、誰か。さあ誰でしょう。誰か。スマホンかな。いや言ってもいいですよね。いいんじゃないですか。あゆさんですよね。はい、あれ、あ、合ってる。あ、合ってる、ね、合ってますよね。はい、確かに祝日で、ね、スマホンは出ません。はい、海の日か。はい、うん、そして7月26日ピクピクントークライブ大阪。うん、7月29日ピクピクントークライブ阿佐ヶ谷。うん、しょっちゅうやってますね。うん、本当ですね。8月14日キャラソニーボリューム4、これ札幌ですね。はい、JK ガールズ、あれ 14? どっちだっけ、あれいいんだっけ、イオシスオーエスにはまだ出てないんですが、 JK ガールズが出ます。はい、14日だっけ、どっちかな、そんぐらいだった気もします。はい、なんかコミケの直前だった気がしました。そうですね。8月16日イオシスの夏、日本の夏、新宿ロフトプラスワンで、もうなんか新宿ロフト使うの年に2回ぐらいになっちゃいましたね。ああ、サガヤが多くなったですか、ね、ありましたね。マニアックなことしかしてませんからね。うん、洗濯メーカーの方が来ますね。はい、8月16日にピクピクンが東京でなんかやるらしいです。8月16、あの サマソニがなんとかとかなんとかとか、その関連のなんとかじゃないかと思います。ああ、コミケとあれかぶってるんですね。そうなんですよ。あ、8月29日30日セガ、マイマイライブ2014洗濯祭りに DWAT が出ます。洗濯祭り、オフィシャルの名前ですけどね、はい、これね、はい、そうですね、これ我々の主催のイベントではないですよね。セガさんがやられる、うん、開催される、はいはい、情報がいつ出るか分かんないので言っちゃいますけど、はい、DWAT が DJ として出ますが、うん、その他に博士とカギさんも出ます。おう、お楽しみください。チケットがもう売り出されているはずなので、もう売り切れてるかもしれません。マジで？わかりません。はい、9月6日シンガポールで DWAT が DJ をやりますので皆さん来てください。待って待って、ガポールですよ、ガポール、シンガポール、キューガポール、うん。9月14日にヌルポ10周年記念トークライブやろうと思っていますが、まだ箱が抑えられていません。はい、9月15日にアルパトロシクスライブがございます。はい、あとね、いろいろ決まってないことがいっぱいあります。ヌルポ10周年記念トークライブの件なんですけど、はい、今のところ決まっているのは博士の結婚かっこ仮式をやるというのと、はい、アブオタ祭りをやるというのと、うん、モック師匠による2014年時をかける少女たちのモノマネをオンパレードをやるっていうことが決まりましたね。うん、いいですね。だんだん決まってきましたね。毎週ちょっとずつ決まります、ね。うん、順調順調。はい。音ゲー関係です。7月4日に、リフレクビートグルービンでラフスケッチさんの新生ビートネーションかっこ仮の新メンバーことラフスケッチさんのアーミーオブマリオネットが配信になってます。うん、あとはちょっと前ですけどポップミュージックラピストリアでウサノクヌンヌンファンタジーが配信になってます。はい、そして大ニュース、7月17日ビートスリームが新規稼働いたします。どんどんパフ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 、すごい。ですね、チルノのパーフェクト算数教室が収録されております。あと、その前日だったかな、うん、16日だと思うんですけど、 B マニー生放送、コナミさんがやってる生放送の中でこのビートスリーム稼働前日ということで何かがあるんじゃないかということを匂わされています。ほう、B 生の方も皆さんご覧ください。はい、そんなもんですね。以上です。以上ですね。
今日言えるのはここまでですね、うん、あとはさっき言いましたけどフランチェスカ、はい、北海道、北海道のアニメ、うん、フランチェスカが北海道で放送されてますので、はい、UHB ご覧ください、ほら録画してご覧ください、はい、そんなもんかな。伊沢さんが声優で出演しているはずです。出てた出てた出てた。第1話に至ってはフランチェスカが登場するのすげえ後だったから、牧野由依さんより出番多かったから伊沢の方がすごい。いやーよかったねアニメ声優に。よかったねー、なりましたよ、すごいよ。アニメ声優が有名だ、有名だっつってな、うん、あいつはなそうそうそうだね。よかったな、よかったな。あとね、今週末のイオパなんですけども、札幌でやるわけですが、ユーストリームでおそらく配信になると思いますので、世界中つつうらうらで配信を見れるのではないかなと思っておりますのと、はい、夜9時まで、21時までが一応そのイオパ時間なんですけど、21時まで開催なんですけど、うん、21時から今度アルバトロシクスのニコ生がイオシスチャンネルであります。今までやったことなくないですか。あんまないですね、一回もないのかな、うん、もしかしたら。なので日曜日はですね、皆さんぜひ札幌以外の方も含めて、まあネットを見ていただければと、生放送を見ていただければと思います。そうですね、あ、13日のイオパ結構新しいイオパ初出演の人が来ますね、はい、浅野さん、浅野さんとあと一戸建てさんでしたっけ、うん、ああはいはい、文田彦さんでしたっけ、どっちでしたっけ、一戸さんだったような気がするんですけど、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。あとイオパに関してはですね、今クラウドファンディングでイオパ東京開催のクラウドファンディング出品をしておりますので、ぜひ皆さんご支援をお願いいたします。でこれ達成すると東京で無事開催されます、うん、達成しないと開催されませんということです、うん、ので皆さんぜひお願いします、うん、あとコメントさっきいただいてましたけど、死後リストラに会うも同じくクラウドファンディング出してますので、ぜひこちらも引き続き達成まで、ご支援をお願いいたします、はい、これ達成しなかったら CD 作りませんので、はい、ぜひお願いします。あとね、今日夢のコーナーやってましたけど、うん、前さ、僕は麻生太郎ですってさ、はい、あったじゃないですか。ありましたね。あれ曲にしたいねって話あったんだけど、ありましたね。あれもさ、クラウドファンディングに出してさ、なんか目標金額5000円とかにしてさ、やったらさ、なんか遊べるんじゃないかなと思ってさ、ダメかな。5000円何に使うの？5000円で、曲を。麻生太郎呼んでくる。あ、そうだね。ブッキング、ブッキングフィー。5000円出すんで、出演してください。取っかかりでね、うんうん、ちょっといろいろクラウドファンディングって遊べると思うんだよね、いろんなもので、うん、別にその、まあ、達成できなかったらできなかったけど、それはいいので、うん、達成できればそれでいいし、はい、うん、訂正です。洗濯祭りは30日31日土日の日程となっています。あ、わかりました、間違えました、30日31日です。はいはい。フランチェスカ今のところ UHB でしか放送してませんけど、多分なんかネットでも配信されるんじゃないかと思ってますけどね。そうですよね、さすがに、うん、バンタイチャンネルは出てですか、もう出てないですかね、どうでしょう、どうですかね。あとフランチェスカ言わない方がいいのかな、1話にあの人とあの人出てます。あの人ですか。マジですか。あの人は出てるのは、はい、みんな知ってると思うんですけど、はい、あの人も出てます。緑の人だけじゃなくて、緑の人だけじゃなくて、あの人も、あの人も出ちゃったんだ。出ました。ああ2秒ぐらい。そんな、あ、そんなちょっと出ました。いや、楽しんでますね。もう出ないんじゃないですかね、きっと。ああ、もう出ない、もう出ないんじゃないですかね。出るのかな。まあ出ないでしょうね。なぜ出たのかよくわかりませんけど、ね、ノリでしょうね。いいですね。いや、そういうのできるのいいよね。だからなんかフランクにそう言っていろいろ遊べるっていいよね、うん、うん、そういうの大事。いやいやいや、そんなこんなです、うん、冷静になるとですね、はい、博士の結婚括弧仮式って何やるのかっていうのはよくわかってないんですけど、まあとりあえず30枚ぐらい婚姻届を用意しておいて しておいて
配アンケート用紙代わりに配る、100枚もらってきて迷惑だな市役所とか区役所から100枚ごそっと持ってきていいのかな、怒られるかな。で、あの今回のアンケートですって、あの名前と住所なんだそれそれをどうするのか、どうするのか。結婚式だっつってんの、入籍の話してますけど、うん、本当だそうか、結婚式と婚姻届は別やん、うん、全然違うやん。結婚かっこ仮式、なるほど。あ、結婚か、結婚式かっこ仮にするか、うん、そうする、そうか。そうするとどうなんだ、レベルキャップが外れるどういうこと。あ、レベルキャップといえば博士にこの間月曜日会ってきたんですけど、はいはい、なんかね、博士の周りだけ重力磁場が 2.5 倍ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい顔がベローンってなってました。ベローン、うん、ツイッターに写真あげましたけど。え、垂れてたってこと。なんかね、太ってた。ますます博士怪になったのかなっていう。マジで。あ、今ニコ生のページにフランチェスカのアニメのページを貼ろうとして右クリックしたら右クリック禁止だ。マジで。ちょっとそのまま貼ろう、ちょっとね。昔のそのあれなんですよ、そのスタバでなんかコーヒー買ってて、うん、9年ぐらい前に FM オタルに収録しに行った時に博士がアイスを買っている時の写真が、ちょうどこうなんかカバンをパイスラッツシュ状態でかけてた、あの若々しい写真と同じようになるなと思って撮ったんだけど、思いのほかひどくて、はい、ひどかったいやいや、びっくりしました。これは結婚かっこ借りできるんでしょうか、博士。結婚かっこ借りが先か葬式かっこ借りが先か、あ、可能性はちょっとあります。怖いですね。あ、あれじゃないですか、体重のキャップが外れるんじゃないですか。ほう、体重100、あの体重100のキャップを超えちゃうのかな。なるほどね、可能性はあります。わかりました。へえ、終わりましょう。はい、2014年7月11日セブンイレブンの日ですね。あら、本当だ。461回のルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と博士と社長でした。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。体重のキャップが外れるってやばいね。やばいっす。どうしよう、本当にその頃ちょうどちょうど3桁にちょうどだから90調整して99にしてきてもらって、その場で飲み食いして100をめでたく超えるっていうね、その場でね。いや、なんか実現できそうな気がして怖いな。まあ怖くはないか、別に。結婚式って普通、結婚式って結構ふわふわしてるよね。そうですね、出し物っていうか演目が。そうですね、ある程度自由聞きますね。あ、どうか、結婚式と結婚披露宴は別だから、はい、結婚式となると神前の、はい、和式か洋式かって便所みたいな、はい、も俺も今それそれ思ったもしくは神道とかね。ああ、そうですね、神道、神前式、仏教あんまりないですけどね。仏教式ってあんのかな。みんなだってあれでしょ、クリスチャンでもないのに、うん、よくわかんない日本語喋る外人っぽい神父さんに、うん、あなたはとか言われてさ、やるよね、うやうやしくやるわけでしょ、うん、あれよくわかんないよね、片言の。あ、何なんだろうね雰囲気ですよね。雰囲気だよね。雰囲気重要だよね。雰囲気重要。あ、ラジオ記事ありがとうございます。ありがとうございます。早い。早いです。そうか、神主か牧師が必要。神主か牧師？お坊さんではないんだよね。でも仏教、本当の仏教徒の人はさ、でもさ、式はお寺とかでやるはずだよね。神前式？あ、神前式ね。そっか、宗教関係なくやるけね。まあ、ああ、仏前あるんだ。それはあるでしょう。そっかそっか。でもやっぱり神主じゃねえや、牧師がいる、うん、いわゆるなんか、うん、
お嫁にしなさい的な、うん、あの映画一般的だよね、うん、じゃあそれにしよう、はいはい、あ、お嫁にお嫁にしなさいよ。牧師います？牧師、牧師はリスナーさんでいらっしゃいますかね。あのお坊さんとか農家の方はたくさん、たくさんではないけど、農家前結婚式農家前結婚式、農家前結婚式、肉神、肉神本人だな、ロリ神、あ、ロリ神ロリ神俺やるのあ、そういうこと、神式、俺がこうやってあのなんかこう神様はロリ神様、ロリ神様がこうやってなんか、なんか十字架にこう、キリストですね。そうですね。ロリ神様だから、ロリ神様がこうなんか違うな、牧師は神様じゃないぞ。牧師が別途、別途だから、拓也さんか、モックさんが、モックさん、提督さんが、うん、牧師で、はい、ロリ神様が後ろで、こうやって、こうやってて、さあどうでしょうか、判定はっつって、ベッジャバーン、こうやるわけだ。ひょうきん族か先に先にひょうきん族かっていうツッコミはもう20年以上そうだよ、もう年取って最近の人わかんない、わかりません、ほんとね、わかんないから、一応調べましょう、ひょうきん族いつ終わったか。ひょうきん族、アダモ、アダモ、アダモちゃん、ちゃん、アダモちゃんって合ってる、アダモちゃんとかわかんないからさ、うん、水降ってくるんだっけ、たらい落ちてくんだ、ひょうきん族だって89年に終わってるよ、早っ、もうそんな前か、だってそしたら25年前、うん、わあわあ、俺ら10歳の時ですよ、無理だろう、終わったの、すげえ、ひょうきん族かっていうツッコミ無理だよ、すげえ、みんなに予習してきてもらわないと、若い人には、うん、ローリング神様パチェロ、ルーレットマンも相当わかんないから、ルーレットマン俺わかんないですよルーレットマンってわかんないです、ルーレットマンえ、ルーレットマン知りませんか、はい、今は絶対放送できませんよ、 そう、それはクイズタイム小学生並みにやばい、それはちょっと分かんないですけど逆に分かんない、例えがいちいちお互い分からないさっぱり分からない上に古い、まず志村けんの大丈夫だは87年から93年まで放送されていた番組ですね、はいはい、その中でルーレットマンはあれですか、ダチョウ倶楽部の人がぐるぐる回されて水につけられるやつですか、ルーレットマン、まあ大体そんなもんです、そんな感じあ、ちょっと近い、あの水はないですけど、ああ本当だ、なぜ人間がそこに貼り付けられてる必要があったんでしょうかね、はい、あールーレットマン、ルーレットマン、ルーレットマン、ルーレットマンってあのゲームセンターの子供用のゲームであるみたいですね、うん、セーラームーンが貼り付けになってますマーシー賞、へえ。マーシー賞ね。すげえ、ルーレットマン、あ、大丈夫だの方。ああ、うん、プライズゲーム。ああ、結構皆さんご存知ですね。再放送できるんだ、大丈夫だ。あ、そう。前もちらっと言いましたけど、十何年も前の番組が再放送されてるの、水曜どうでしょうぐらいですから。なんか権利上の問題とかね、いろんな問題があって再放送できないんですよね。ああ、はいはい。いやいや。あ、でも確かに大丈夫だわね。なんか CS か何かな。フジテレビネクストとかそういう系でやっているんじゃないかな。なるほどね。うん。まあ、ドリフターズも今やよくわかんないことになってますが。はいはいはい。ドリフターズはね、今ケーズ電機の CM でよく見かけますね、4人ね、そうですね、うん、そう、マーシーがね、田代が、田代が映るところをね、カットしないといけないですからね、うまく消したっていう事件もありましたけどね懐かしいですね、犬田彦さんが再現やってくれるやってますね、あ、やってるんだ、ええ、青空家族に収録されてます、あ、本当に、ええ、犬ちゃんの仮装大賞、あ、違うな、それ金ちゃんだ、ああ。大体言うことは言った気がするな、いろいろ告知、ニコ生アルバのニコ生の告知もしたし、そうですね、13日はいろいろありますね、うん、クラウドファンディングの話もしたし、そうそう、もうすでに2000円とか5000円とか5万円もイオパの方で入れてくださった方、うん、ありがとうございます、本当にありがとうございます、うん、そんなもんですかね、言えないことはいっぱいあるんですけどね、言えないこといっぱいありますね、言えないことっていうか、まあ、いずれ言えるようになる、
まあいろいろ作ってるんで楽しみにお待ちください。いや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 、うん、まあ、あイオパね、イオパの11月東京でやる予定でございます。まあ8月ぐらいには日程決まるので、まあその前にまずあの目標金額をクリアしたらになるんですけど、そう台風ね、台風ちょっと弱まって若干安心しましたが、向こうの九州の方とかは結構大変みたいで、沖縄方面で力を使い果たしたっていう感じがありますね、うん、ええ、九州とか長野とかも大変だったんでしょ、ニュースちらっと見たけど、新潟とかね、そっち方面も梅雨前線の関係でずいぶん雨が降ったようで、ね、札幌は今日夕方ぐらいから雨が降ってますけどもね、うん、北海道で本気で台風来ると本当にやばいんで、うん、めったに来ないです、うん、来たらやばいよね、来たらやばい、うん、いろいろ飛んでくるね、看板とかね、台風に備えられるようにできてないから北海道は、うん、瓦屋根とかじゃないですからね、川がねすぐ氾濫するんですよ、うんうん、雨そんなに降んないからね、びしゃびしゃに降んないですからね、もともとね、そうだこの前地震あったけど苫小牧大丈夫でしたかね、ありましたね、白老でしたっけ、白老、俺ちょうど飛行機で、ああ飛行機に乗るところでしたね、あそう、うん、あ本当に何の影響もなかったですけど、ああ携帯ビビビってなりました？なりませんでした。あ、ならない。東京にいたから。ああ、そっか。あ、東京で乗るとこだったのね。そうそうそう。千歳じゃなくて、ね。そうそうそう。あ、はいはいはい。俺初めて鳴ったさ、スマホ。ビビビビビってなってめっちゃ焦った。なんか音を考えた方がいいよね。うん、いやそうね、そうね。まあでもある程度ね。びっくりした方がいいのかな、びっくりしすぎて腰を抜かしたらダメなわけでしょ、うん、まあそうね、それでまたね、なんかね事故ったらね、なんかいい音欲しいよね、ニッコニッコニーこれなればびっくりしますね、びっくりしますね、ダメですね、うん、いやでもさ車運転してる時とかに、うん、あれビビビビってなったらめっちゃ焦ってなんか事故る人いるんじゃないかと思って、うん、ちょっと怖い、ちょっと怖い、うん、なんか苫小牧の笑顔が来月倒産っていう情報があるんですけど本当ですかね倒産、本当倒産できんの本当、どういうふうにあれその指摘整理するの、どうなるんでしょうよくは知りませんけど、うん、あそう、わかりました、 Windows 3.1 起動します、はいわかりました、どうぞ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 また来週、また来週、来週もヌルポは、木曜通り、はい、コミケ方面まで多分ずっといつものこの枠でやります、うん、あそうだ、うん、あやっぱやめよう、え何ですか、なんか忙しすぎて新しいことがなんかできなさそうな気がしてきたので、ああやめよう、えいやいい、いいですよ、言いましょうよ、できないかもしれないけど、新しいコーナー、新コーナー、じゃがいものコーナーあハーブのコーナーね、ハーブのコーナー、ちょっとなんか危ない感じ、ね、自宅でハーブを栽培したらいいんじゃないかなんか危ない、全然合法ですよ、あ合法だね、バジルとかさ、バジルね、うん、だってスイートバジルがさプランターとか生えててそれをもぎってさ、そういう料理使えたら素晴らしいと思いません、はい、あいいじゃないですか、もうハーブ栽培しようかなハーブ栽培しようかなって、なんでこんなに違法な感じがするのか不思議なんですけど合法ハーブ、合法ハーブをね合法に栽培しようと思ってるんですけど合法バジルね、うん、ハーブとか菊とかあれ系めっちゃ入るからね、生命力が強いんですよね、あそうなの、うん、シソとかさ、ああまああれだよね、バジルっていうか、まあ、ミントとかもあの香りとかがすごかったりさ、うん、結構その、まあ、そのまま食べるとなんか結構劇薬じゃないけど、まあ、あれでしょ、あれだけ食ったら具合悪くなるね、うん、だからやっぱりね草というのはいろいろありますよね、うん、キノコとかもそうだけどね、毒とかもね、純自己破産ってなんだろう、新しいのを見た、純自己破産、へえ、いろいろそれは新しい仕組みですかね、そば湯をね、はい、そば湯、そば湯ってそばを茹でたお湯なんですけど、はい、
家でそば湯をね、そば粉にお湯を入れて混ぜたらそば湯になるかなと思って試したらあんまり美味しくなかった。ふぅ、やっぱり茹でたやつがいいかな。一説によるとなんかさらしな方がいいんじゃないかっていう話もあったんですけど、ほう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 、ちょっとね、わかんないですね。そば、そば湯、ちょっとわかんないですね。そば湯ね。そば湯。そばが切って食べたことないですね。おお。ああ、地方によってはないんですね。まあ、そうか。うん。なんせね、茹で汁ですからね。ね。あとなんか、ウェブページを、そば湯のことを調べていたら、そば湯を飲むと、茹でた時の溶けた栄養分が取れるから良いっていう説が、まことしやかにね、世の中でささやかれてますけど、はいはい、そのような効果はないって言いましたよ。ないんか。まず茹でる時間が短いのと、はい、ルチンは不溶性だから溶けない。へえ。から、そば湯を飲んでも栄養分はあんまりないって書いてありました。へえ。だから気分だと思いますよ。多分。水溶性じゃない。あ、確かになんかそれ聞いたことあるな。つゆを美味しくいただけるっていうね、最後まで。そういう効果ありますけど、うん、栄養分はんっていうことですよね。うん。UFO の茹で汁とか言い出すとあれですよ、そば弁、焼きそば弁当の話になっちゃいますよ。焼きそば弁当の話は北海道でしか通じないけど、焼きそば弁当の茹で汁はこうやって出すじゃない、捨てるじゃない、捨てるんだけどスープにするじゃない、はい、中華スープにだよね、ええ、UFO もできんの？なりませんね。あ、ならない。あの粉がついてきませんから。あ、粉ないね、焼きそば弁当食べたくなってきたな。てか腹減ってきた。たまに食べたくなる。うん。ああ、さらしな粉を内子に使ってるの。そうそうそう。それでいける。そう、内子、内子ってなんだか知ってました？いや、わかんない。内子って何子？え、小麦粉かなんか？そば粉ではないんだよね。俺、なんとなく内子って小麦粉のことだろうと思ってたんだけど、うん、よく考えてみたら、そばとか麺とかを打つときに打つ粉のことであるから。うどんであれば内子は小麦粉であるし、そばであればそば粉なんですよ。あ、そうなの？うん。そうか。じゃあ一緒なんだね。一緒ってその一緒って本体と、うん、そうそう、だから内子は何子ってことではない。あ、なるほどね、うん。いうことは知りました。ほう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 。ああ、そうだよね。うん、とわりそばね、うん。なるほどね。最近新たに知ることがありますが、あんまり役には立ちません。雑学が増えます。うん、美味しいですね。うん。痛くなってきた。てか腹減った。暑い。暑いっすか。暑いっす。あ、本当。そば粉、そば湯が美味しいんなら、うん、小麦粉をうどんを茹でた時のうどん湯、うどん湯はなぜ飲まないのか。そば湯、うどん湯。米粉で作った麺を茹でた時のお湯はなぜ飲まないのか。ああ。ラーメンを茹でた時のお湯はなぜ飲まないのか。ラーメンのはね、あれです、つけ麺の時に、ああ、薄めますね。お湯割りをもらうことができます。お店によるけど。でもあれ、お湯じゃないですか。お湯なのかな。でもね、なんか白っぽかったりするよ。店によるけど。割りをくださいって言うとね。まあ、最初からついてくる場合もあるんですけど。あれはそばの発想に近いんだろうな。女の子を茹でたお湯はなぜ飲まないのか。女の子を茹でるってどういうこと？茹でっちゃあかんですけどね、お風呂。お風呂はね。お風呂ね。前ね、ずっと前ね、ハンマープラシって番組でね、なんか有名な女優さんの入った後の残り湯をワインボトルに詰めて、オークションやってましたね。懐かしいですね。え、十割そばが正解なの？十割そばでしょ？違う。どっちでもいいんじゃないですか、うん、ダメかな。はい、あ、そうなんだ。そう、とわりだからうまいってわけじゃないんです。あ、そうなんだ。あんまり美味しいわけだね。うどん湯はまあ一回試してみてもいいかもしれません。微妙でしょう。微妙でしょうね。そうめん湯とかね、微妙でしょう。そうめん赤い油ですよ。いや、確かに。
あ、そば派かうどん派かってちょっと聞いて終わろうぜ。はい。何もないですけどね。そば湯はありますが、うどん湯はありますか？ヤフージャパン教えるか。何の何もないですけど、そば派かうどん派か聞いてみましょう。俺そば派だな。そばをします。社長は？どっちかな。どっちかっていうとそばかな。俺うどんなんかね、麺がね太いのがあんま好きじゃないんだよね、基本的にね。はいはい。なんかうどん、花丸うどんとか行くと1本か2本かズズってしたらもういっぱいになっちゃうじゃん。なんかね、そうね、なんかね納得いかないんだよね。そうね、それはちょっとわかる。麺が基本的に細い方が好きなんだよね。うん、細いうどんとかあるんじゃない？ないのかな、あるか。まあ一応ありますね。結果出します。そば派 64.3%、 うどん派 35.7%、うん。なるほどね。どっちかというとあれですよね、関東方面はそばで関西方面はうどんとかありますよね。うん、そうですね。大体こんなもんでしょうね。はい。終わりますか。なるほど、迷わずそば。迷わず極む。おう、ああ、まあそうだよね、小麦粉は安いですからね。スーパーとかでうどんとか安く売ってますよね。安いね、うん、パックっていうか袋で。パスタとうどんは麺が安いですね。安いね。カレーそばって食べたことないな。カレーそばか。なんかじゃあありましたら、あのお便りをいただいて、いただいて、そばとかうどんとかランキングか、うん、麺類夢か何かに仕立てあげて、うん、夢に仕立てちゃう。はい、はい、お便りお待ちしております。孤独のグルメもね始まりましたからね。ああ、そうか、第3期、第4期、第4期ね、第4期第1話が昨日放送されてました。すごいね、よかったです。随分続きますね。非常によかったです。リアルタイムで見た後、録画で1回見ました。あ、本当に、ええ、すごい。終わります。終わりましょう。また来週お会いします。また来週。あ、本番開始ボタン押してなかった。え？押してみよう。え？押しました。うん？え？流れてた？これ。流れててるよ、ね。流れてなかった？流れてますよね。このコメントはすべてなんか博士かなんかの自作自演かな？え？本番開始ボタンって押さなくても配信できるの？うん。え？じゃあこれは何なんだって話ですけど。テスト配信？この本番中、本番開始ボタン何なんだ？何なのこれ？あ、外部ツールだといけるんだ。うん、押さなくていいんですね。あ、わかりました。あ、そうですか。夢ですね。終わります。また来週。おやすみなさい。